もこしろくにぼです。ですね、今日は、自宅近辺のコンビニからですね、イオンのですね、石巻東店というところがあるんですけども、まあ、そちらまで、まあ、行ってこようかと思います。まあ、自分的にはワタノファイオンって呼んでるんですけどもね、ちょっとそちらの方なんですけども、離れてますので、まあ、30分近くの動画になると思うんですけどね。まあ、今日はですね、明け方ちょっと寒い感じだったんですけど、今の気温がですね、26度ですよね。ちょっと暑くなってきましたね。ちょっとですね、今朝は若干体調が悪かったんでですね、ちょっと一旦仮眠を取りまして、まあ昼過ぎねみたいな感じになっちゃったんですけどね。ですね、石巻港インターの近くなんですけども、この付近から急にですね、大型車が増えてきますね。ですね、まあ、東松島市の、赤いというんですかね、若干入るんですけども、まあ、すぐ石巻市に戻っちゃうっていう感じですね。ここはですね、道路舗装し直してるんですけども、やはり大型車の通行が多いんでですね、道路が波打ってる感じなんですよね。おそらくここが、この辺はまだですかね、東松島市で。先週ですかね、ちょっと、まあ、ここのイオン石巻東店は行ったんですけども、帰り際撮影しようと思ったんですけども、 SD カードが入ってなかったっつう感じだったんですよね。それで撮影ができなかったんで、まあ今日できれば行きと帰りあたりでも、まあ、撮影しようと思ってたんで、私は、まあ、渡野方面に行くときはこちらのルートを使うんですけどね、まあ、かなり大回りになっちゃうんですけども、まあ、渋滞にはまらないっていう感じなんですよね。
また急激に大股島が増えてくるんですよね。
だんだんすごくなってきましたね。出せないっていう感じなんですよね。
車からですね。こちらの通りも悪いんでですね、もう一箇所ありますので、こちらで渡れない時があるんですよね。はい、オッケーですね。この通りは比較的渋滞にはまらない感じだったので、
は何かできるんでしょうかね。前に見えてるんですけども、あとは到着ですね。それでは失礼します。お疲れ様でした。